俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、なんと、LINE コラボが来てから、もう一つのコラボレーションが発表されました。それが、銀玉です。それについてまとめていきます。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、銀玉コラボの方が、まあ、中国の SNS、Weibo の方で発表されたという風になってますね。一応画像出しますけれど、こんな感じで出ておりまして、まあ、この画像とともに、12月17日からコラボレーションの方、開始しますよっていう旨の告知を出されているわけなんですよね。来ましたね、銀玉コラボ。去年はなかったですが、一昨年ですね、第1弾、第2弾、続けてですね、12月の方に始められて、まあ、来たっていう感じになっておりますね。久々ですね、銀玉コラボ。すごいね、まあ、カグラのグスキンとかが、まあ、すごい人気のイメージがある、そんな感じのコラボレーションですよね。まあ、でもっとこれ懸念点というのがありまして、中国でしか今のところ告知っていうのが出てないんですよ。この動画を作っている最中ではまだですね、まあ、中国でしか出てなくて、まあ、日本でこの先告知が出なければ、まあ、ワンチャンその中国限定のコラボレーションになってしまう可能性っていうのが、ありますので、ちょっとまあちょいちょいですね、まあ、皆さん日本のそのコアコード運営の方がどのように動いてくるのかっていうのをちょっとですね、まあ、見ていきたいところかなっていうふうに思いましたね。今のところそのスキンとかアイテム、まあ、こういったものが出ますよっていう告知の方は来てないですね。まあ、この先まあ、少しずつ出てくると思います。まあ、あと2人ですね、7日間、1週間ありますので、まあ、そんな感じという具合ですね。まあ、中国の公式の動きと、まあ、日本の運営の方、日本の公式の方が告知をするのかしないのかっていう、まあ、そこを見た方がいいのかなというふうに思いましたね。で、プラスですね。まあ、17日っていうふうになると、まあ、コアコードのコラボレーションって14日間だ。だいたいま、2週間あるというふうになってますが、17の14日後は31日と、まあ、スケジュール的に見ると、めちゃくちゃいいタイミングっすよね。うん。すごくま、なんか、ぴったり終わる形で、まあ、されているっていうふうになっていて、まあ、大晦日の方に2人ですね、まあ、コラボレーションの方、持ってこれるような形になっているという風になっておりまして、まあ、今後どのように展開していくのかっていうのが、まあ、楽しみなところですよね。まあ、LINE コラボの方に関しましては25日終了というわけで、まあ、こっちに関してもね、結構キリがいいと、26からイベント開始するっていう、まあ、そういう目線で見ていくとものすごくですね、まあ、いい感じになっているというわけで、まあ、日本と中国で、まあ、別の展開をしていくとかもですね、ワンダン考えることはできるのかなという風に思いますし、とりあえずま、今後のですね、公約行動運営とかの、まあ、その流れ、どのように展開していくのかっていうのを見ていきたいところですよね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、ベビーカー被ると金付きに変わるんですかねと、あ、どうなんすかね、被るほど回す人いないですもんね、あのガチャね、多分すぐ結構出ると思うんで、どうなんかな、うん、なんか見てみたいですね、僕も。ワンチャンまだ無料分全部受け取っているわけじゃないんで、そっからベビーカーが出たらちょっと見ていきたいところですよね。で、次こちらですね、イベントのクリスマスプレゼント、森の木の小屋が一番落ちてますよ、12個落ちていましたと。へー、結構多いんですね。まだちょっと牧場行けてないんで、いろいろ研究してみようと思います。多かった場所まとめて、まあ、効率のいい場所があれば、めっちゃ効率良ければですね、それでまあ周回してワンチャンいろいろできる可能性っていうのはありますんで、まあチップをね、増やせるっていうのは良くて、まあ電動チケットとかも集めることできますし、まあそこら辺ちょっといろいろ研究していきたいところですよね。まあなんもない期間としては、まあそこそこ何かがあるような状態にはできると思いますので、ちょっとまあいろいろやっていきたいところですよね。で、次ですね、タイムラインで声をやってるって思われるだから、したくねえと。そうっすよね、LINE のタイムラインに投稿するやつ。いや、基本的にあそこにゲーム系の記事を投稿するの、めっちゃ嫌じゃないですか。まあ、とりあえずまあなんかいろいろ投稿すること自体が嫌っすよね。Facebook とかっていいんですけれど、LINE ちょっとなんか僕もものすごい抵抗ありますね。まあ、実際僕がするかって言われたらしないっすね。別に抽選で特別いろいろ欲しいっていうわけではないですし、まあ、やったところでほぼ当たんないですからね。まあ、当たんないのにするっていうのは恥を忍んで、そのためになんかサブアカウント作りましょうかね。でもなんか友達いないサブアカウントとか恥じてそうなんで、まあ、どっちにしろなんかあんましたくないなっていうのは正直ありますね。LINE のタイムラインってあんま使わんすよね。すげー昔は使っとったかもしれないんですけれど、それもだってインスタない頃とかやからだいぶ前ですし、今となってはタイムライン機能って使わないっすよね。タイムラインのね、あそこの実装した経緯とかも考えると、まあ、あそこが死にコンテンツになってるっていうのはすごいいろいろ理由があって、話すと長くなるんでしないですけれど、まあ、あそこも LINE の人たちはもういらんだろっていう風に思っている人たちって意外と多いらしいんですけれど、まあ、タイムライン機能を消さない理由っていうのもなんかあるみたいですね。で、次ですね、ユニコーンフィギュアの初月購入特典の4周年ガチャ10個ってもらえましたかと。なんかあれってめっちゃやばいらしいですね。まずその6日に物が届いてないっていうのと、なんか届いた箱の中にはパンフレットしか入ってないっていう、なんか一応届いたらしいんですけれど、パンフレットしか入っていませんでしたっていう話は聞いたっすね。僕購入してないんですけど、今回別にいいかなと思って。で、そのいつ物届くかっていうと結構元になるらしくて、まあそれはいいじゃないですか。ですけれど、物と一緒にその特典のガチャっていうのがついてくるらしいんですよね。で、そのガチャはもうその届く頃には受け取りの期限っていうのが過ぎてしまう時期になるらしくて、ガチャの方をもらえないっていう、実際はガチャのない存在にない特典っていう風になってしまった
ってたらしいですね。やばいっすよね、あれ。めちゃくちゃ詐欺ってるっていう。そこら辺結構ちゃんとアナウンスしないと誤解を生むと思いますし、まあ、誤解を生むっていうか、そもそもそのパンフレットの方にガチャ一緒につけときゃいいのに、めちゃくちゃね、ぶちかましてるっていう、特典受け取れないっていうね、やばくないですか。で、次ですね、右のやつチョコって名前なの初めて知ったと。いや、僕も LINE のあのフレンズの名前、誰も知らなかったっすよ。そんな名前しょったんだ、みたいな。いや、もちろん名前はあるとは思いますけれど、そこにまあ注目したことはなくて、みたいな。意外としかも皆さん、ご存知なんですね、名前の方。ゲームがあるからですかね。結構知ってる人が多くて、みたいな。で、もうちょっとなんか人気ないかなと思ったら、まあ、そこそこ人気はあって、意外とあるんだねっていう風に、まあ、今回思いましたね。まあ、そうですね。まあ、LINE のコラボレーションね。いつものコラボレーションと違う層の人たちっていうのが、まあ、反応されてますんで、まあ、これはこれでいいのかなっていう風に思いますね。まあ、ちょうど合間となる時期のコラボレーションとしては、まあ、十分なパフォーマンスっていうのを出してると思いますので、いいのかなという風に思いますね。まあ、なんか、通常で色々なんかできるっていうのもありますし、まあ、そういうやり込み要素っていう部分でも、まあ、これからなんかね、色々交換してできるわけじゃないですか、アイテムの方。一応まあ、その、1日の上限っていうのが設定はされていますけれど、まあ、ああいうやり込み要素があるっていうのは、すごい面白いかなっていう風に思いました。で、次ですね、PUBG 本家に昨日からカカオフレンズコラボ消えて少し吹いたと。あ、そうなんですね。荒野行動には LINE のコラボレーションが来て、PUBG はカカオトークっていう、すごいね。それってさ、統合にならんのかな？どうなんかな？まあ、一応その、多分パソコン版の PUBG だと思うんで、まあ、プラットフォームが違う分いいっていう風になるとは思うんですけれど、すごいね、LINE。ね。まあ一応まあ、PUBG の元々の会社っていうのはね、PUBG コーポレーションは韓国の会社なんで、まあカカオトークの方がいいんでしょうね。どうなんだろう、世界的に見ると、LINE とカカオトークってどちらの方が普及してるんですかね。LINE って結構その、意外と日本だけみたいな、日本プラスアルファぐらいだけっていう感じで、カカオトークの方がどうなんですかね。もしかしたら広いんですかね。なんか SNS、そうでもない、どうなんだろう。ここら辺のね、普及率っていうのは考えたこともないから、PUBG でやるとしたら、まあ世界的に展開されてるんで、カカオトークの方がいいんですかね。わかんねえ。まあどっちもなんか、穴埋めのコラボって感じですよね。で、次ですね。コラボしてくださいと。コラボね、僕コラボ動画本当に苦手で、なんでかっていうと、時間がかかっちゃうからなんですよね。いろいろ予定決めてから、いろいろその打ち合わせして、最後動画の確認とかもしてから、それで投稿するみたいな感じでしょう。いや、時間かかりすぎるんだよな。思いついた動画はすぐ撮ってすぐ出したいんですよね、僕。どうですかね。まあ、僕が一緒にするぐらいだったらいいですけど、僕のところで動画出すっていうのは、まあ、あまり考えてないですかね。でも僕が出てる動画、人のところで出して、じゃあ見たいんかって言われたら、多分そんな見たいって思う人は少ないと思うんですよね。全まあ、コアコードの情報ありきの人間なんで、その需要はないからですね。どうなんですかね。なんか微妙な気がして、どう思います？俺が逆にその得を与えられないと思うんで、まんま僕とやっても効果ない。もっとなんか数字持ってる人とやった方が、とかまあ上手い人とやった方が僕は得あると思いますけどね。どう思いますか？で、次ですね、フィッシング、魚の名人かなと。ウィッシングですね。まあでもフィッシングに見えますよね。だってウィッシングって言わんもんな。ウィッシングボトルってね、馴染みないっすよね。僕もだって初めて聞いたっすもん。いや、だから初めてっていうか多分2回目なんですよね。なんか後で思い出したんですけれど、僕がその昔通っていた幼稚園が、カトリック系、まあ、キリスト教系の幼稚園だったんですよね。そこでね、作った記憶あるんだよな。めちゃくちゃ薄い記憶ですけれど、作った記憶がね、なくもないっていう感じで、なんか、そこでね、やったような気がするんですね。まあ、ウィッシングボトルっていう、その名称は覚えてないですけれど、そういうのを作った記憶はね、なんとなく、なんか、ぼやっとした感じですけれど、あるんですよね。まあ、そこで幼稚園卒園した後も、ちょいちょい行ってて、全然来ていいよっていう風に言われてましたから、まあ、よう行ってましたね、昔は。はい。このね、幼稚園の横に教会があって、教会に神父さんがおるんですよ。ね、じいちゃんの。まあ、白髪のその、海外のね、方で、神父さんがいて。で、その、教会の中に、サッカーのボードゲームあるんですよね。やったことある人いますかね？棒に人がたくさんついてて、それ回して、ボールをその、ゴールに入れるっていうゲームがあって、それをよく神父さんと一緒にね、プレイしてましたね。神父さんだったりとか、友達とかと一緒に対戦してやってました。そのボードゲームって結構難しくて、棒を回して、そのゴールしたりとか、まあ、自分のその陣地、自分のゴールを守ったりするんですけれど、まあ、その、うまく守らないと、間違えて自分のゴールにオンゴールしちゃうことがあるんですよね。その時によく、神父さんが、はっは、自殺ってよく言ったんですけど、神父が自殺とか言っていいんかなと思いながら、子供ながらに思った記憶がありますね。